アーミークロック続きをやっていきますよ。そうだね、前回こちら徹夜の部屋で終わったんでしたね。これが徹夜です。これだけでもこう徹夜さんの顔と名前だけでも覚えて帰っていってください。それでこの徹夜の部屋の右側、こちらの部屋のここの扉が開いたようなんですけど、ちょっと日を明けてしまったんでね、今自分が置かれてる状況、特にこっち左側とか何あったかなって思い出せないんですよ。すいませんね、確認から今日はさせていただきたいと思います。こっちなんだっけ。あーはいはい、なんかドッグフード入れるお皿と、あとここにね化け物います、化け物がいて、でこれなんかここ見づらいけどチカチカしてるんですよね。これ下って行ったんだっけ、どうだったかな。ちょっと下行ってみよっか。下行ってないんじゃない、まだ。あー来てないかな、来てないかな。なんか鳥いるね鳥いるね。行けるか、こっち行けるか、気になるな。明るいしね、結構鳥いるね鳥か言うほど鳥か、鳥というよりなんか靴底を剥がれかけてるブーツみたいなまあこれも言うまでもなく化け物なんですけど、触れるかな、噛みつかれたりとかしないか、やたら口でかいけど口かそれもうこれが勝手に口っていう認識しちゃったけど、言うたら目もありませんし、そして触れませんね。何なんだろう、害はないのかな。そして下に落ちて、何これ鳥の糞か、汚いな汚いな。で、なんすかね、このマシンも気になります。そしてマシンの、これさ、ここに書いてある、まあ、なんていうか、牙、ハサミ。これ、見たことがあるというか、この持ち主に会ったことがあるというか、ピンクの部屋にいたやつじゃないの？カチカチ鳴らしてたやつ。わからんて。わからんて。ああ、いやいや、カチカチ。そう、カチカチ鳴らしてた時も、こういう音だったんだよね。そっか、確かリズムがあって、カチカチ、カチカチカチ、カチ、みたいな。カチカチ、カチカチカチ、カチみたいな音だったんだよね。あ、ごめん、違うか。間違った。ごめん、恥ずかしいな。ごめん、僕の記憶力当てになんないんでね。え？違かったっけ？カチカチ。カチ。カチカチカチとかか？ごめん。カチカチ。カチカチカチ。カチとかかな？いや、ごめん、わかんないな。ごめん。ごめん。ごめん、俺の記憶力がね、もっと、ちゃんとしてれば、ここで一発スッキリあったかもしれないけど、ここになんか、またこれレバーで操作できそうな。あー、なんだろうな、なんかわかんないけど、これ、クリアしないといけない気がするな。あ？待ってくれ、なんか色変わるんだけど。これ、待ってくれ、色とかまでさ、色の組み合わせなんかあった？色の組み合わせとかももしかしてやんなくちゃいけない感じか？そしたらもうわかんね、勘でやってみるか。カチカチ。カチカチカチ。リズムはだったらこれでいいんじゃないの？リズム結構自信あるけど。色はわからんて。な、色はわからんわ。ごめん。ごめん、これ違うわ。色も教えてくれてたか、あいつ。色も教えてくれてた。なんかこっちもいけそうだね。左側。この洞窟なんだろう。これは、あれ？こっちから来たんだっけ？あれ？こっから来たんだっけ？俺って。こっから来たか。あれ？こっから？待ってくれ。こっちから来たんだっけ？もう記憶が全然、ごめん。僕の記憶力全然当てなね。違うっけ？上にもあるよな。こっちは何だった？じゃあこっちは何だった？こっちか！こっちから来たの？そう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 。パズルとかあったから。あ、じゃあ別の、
行き先に行く感じかな。別の行き先に行くのか。少しちょっと覗いてみるか。考えるよりは結局は原理は同じだろう。スポットね。そう、乗ってください。なんかこの壁のバッテンも気になるよね。バッテン印も相当気になりますが、行ってみよっか。さあ、これはどこに行き着くものなんでしょうか。まあ、これはあの来る時も見たけど、ルートが違うね。下側に行くルートです。あー、はい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 、あったあったあったと思うよ、こんなん。そっか、こっちはこうやって。あ、じゃあこれは帰り用の乗り物なのかな。だってこれ上行ったら結局来た時と同じところに出るはずでしょ。そうだよね。あ、じゃあこっち来る意味なかったか。だってこれこっちに行っちゃったらさ、2台止めらんないよね。これ、ちょっと今完全に無駄なことしてんの分かるけど、ちょっと付き合ってね。駐車場2台分ないよね。駐車場これ1台分。え、な、え、どこ行ったん？どこ行ったんこれ。怪現象なんだけど、これ。分かんねえけど。分かんねえけど。消えたわ。消えた。消えた。つまりもうこれ、上から乗っても下から乗っても、そう。実はこの乗り物は世の中に1台しか存在しませんでしたよっていう原理がわからんイリュージョンなのよ、これは。種がわからないと思う。これプロのマジシャンでも見破れない種だから、これはもう諦めるしかないわ。僕なんかには一生かかっても解けないわ。これまだ下行けるか。行けますね。これは何？排水溝が目立つね。でかい排水溝。ちなみにこれは調べられません。ってことはこれは何だろう、水が流れる水道管とかそういうことかな。ボタンは反応がない。ここもエレキマークか。こっちにもなんかレバーのやつがあるな。そしてこっちも扉。ちなみに天井とかは、あ、犬になればなんか触れるよみたいなのないかな。スイッチも触れなくなっちゃったもん、とうとう。ここは犬の出番はないようだ。ごめん、わかんなかったな。となれば今僕にできることというのは、まあ、徹夜の部屋の隣の部屋の部屋。そこを探索することくらいしか。徹夜の部屋の、そうだね、ここが徹夜の部屋ですから、皆さんご存知の通り徹夜の部屋の隣の部屋の隣の部屋ね。この辺ボタンって押したんだっけ。ボタン押した、あ、押したから暗くなったんだっけ。じゃあいっか、こっちか。待ってくれ、また化け物がいる。また化け物がいる。こいつも何、こっちになんか送られてきたのかな。こいつもこの世の中に1体しか存在しない化け物かと思ってたけど、こっちにいるっていうことは、ごめん、わからん。考えるだけ無駄かもしれんわ。で、登るのか。こっちは何もないけど、いや、つまりこれを足場にするっていうことは、明確。違う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 。これ上から、はいはい、こっちに降りて、こっちから押す。押せないのか。これか、この赤いのがストッパーになってんのか。あー、押せないから、待ってくれ。となれば、結局のとこ、やっぱスイッチなんじゃない？スイッチあるんじゃない？なんか。これか、これか。足元スイッチじゃないか。犬よ。犬をここで、押せるよね？押せるよね？Oh, thanks, little buddy. サンキュー。そしたら、
込みのだけ。オッケー、ビンゴ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 、ちょっと、こういうね。そう。いや、簡単な謎を解いたくらいで、喜ぶんじゃないよって思われがちだけど、いや、少しずつね、こういう幸せの積み重ねだから、一個一個こう、スッキリしていくことの積み重ねだと思うんですよ、謎解きってのは。で、待ってくれ。これだけか。そんなわけないでしょ。はい、本当にこれだけか。化け物出番少なくて、かわいそうだけど、ごめんな。お前とはちょっとお別れだわ。これだけだったみたい。君の出番これだけだったみたい。本当にこれだけか。この部屋。これだけか。まあ、いや、謎解き簡単だったから、そうだよな。これくらいだろう、多分。じゃあ行くか。見に行くよ。ほら。もういいから。で、なんかレバーをゲットしたんで、レバー使えるところ、いくつかあったから、そうだな、近いところから行ってみるとしよっか。近いところってのは、ここ一つ下がって、あの変なマシンがあったところ、鳥のところだよね。鳥のところ確か使えたので、鳥のところ使ってみたいかな。そう、ここ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 。後ろにあるよ。あ、ここなんだ。ここのレバーだったんだ。あ、びっくりした。あ？壁できちゃった。壁ができちゃったが、これで何か、いや、これが、ちょっと見てみるか。何も変わらんわな、何も変わらんな。これは、あ、壁じゃなかったか。壁じゃない、いけるっちゃいけるけど、なんかこう、折りたたまれてたのかな？折りたたまれてたやつが、こう、蛇腹みたいのが伸びたんかな？つまり。大した推察じゃないけど。じゃあ何？こっちは？なんか変わったってことか。こっちは変わってないよ。こっちがいけるんじゃないの？結局。青い部屋だ。そしてなんか見覚えあるね、このマシンね。ちなみにこの部屋、このマシンとか何も触れません。先に進むしかない。うわー、ボタンいっぱいある。ボタンいっぱいあるな。ここにもエレキボタンあるけど。このエレキボタンは、おそらくワンちゃんが押すもの。押したところで、これなんだ。いけるか、ワンちゃん。Thanks, little buddy. この状況に何か意味があるのか？で、これもボタンじゃないの？これ。あ、これは違うんだ。これは違うんだ。てっきりこれもボタンかと思ったけど、これは違うんだ。中って書いてあるね。中に入れってことかな。中入るよ。犬置き去りにしたけど、あ、来た来た来た。これは簡単。この謎は簡単。この謎は簡単です。これ一回やってるから。いや、仕組みが違う。仕組みが違う。仕組みが違う。これ、この中からなんかね、あれが出てきた、牙のやつが出てきたんだよね。Good day. I am Thomas Jefferson. I hath must sign the Declaration of Independence. I needeth me my quill. Who hath my quill? 紫、緑、黄色。いや、待ってくれ。あ、字幕がなんかすごい。字幕出ないなーって思ってたのよ。字幕出ないなーって思ったら字幕がなんか遅れて聞こえてくる。一国堂さんみたいなことになってる。なかなか面白いよね。声が遅れてくるのは知ってるけど、字幕遅れて聞こえてくるタイプの一国堂は初めてだったな。で、なんか今紫、緑、黄色の、紫、緑、黄色だったよね。うん。つまりあれか、一旦謎解いてこいよってことかな。そういうことなんじゃないかな。行ってみよっか。分かったところで、一回行くんだよ。一回行こうぜ。一つ一つの積み重ねってね。そういうこと。
謎解きは積み重ねだから、こっちか。なんだっけ？紫、緑、黄色だっけ？やってみようか。まず色からだな。これクリックすればね。紫が、これ紫なのかな？なんか小豆色みたいな。紫、緑、そして黄色。で、リズムがね、いやー、リズムも確認してきた方がいいのかな。カチカチ。カチカチカチ。カチ。いや、ビンゴか！なんだ？待ってくれ。なんか今出たな。あ、そういうこと、これ拾えってことか。まずなんか羽を拾ったね、羽を。羽を拾った。そして、もう一回いけんのかな？紫、緑、黄色の、カチ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 で、キャノン砲かなんかだったんだ。なんか飛ばしてるもんね。大砲だったんだ。とんでもねえな。まあなんか、鳥がかわいそうな目にあったけど、鳥に直撃したけど、あ、鳥かな？わかんない。その問題は一生解決しないから置いとこっか。鳥かどうか問題は。一生かかってもわかんないから。これ、下はどうなった？言うたら上も気になるけど、上、チラリと上だけ見て、何も変わってないよったら下行こう。うわー、変わってるよ。やっぱここなんかチカチカしてるし、あー、でも何も、そうだね、触れない。あー、じゃあもう、何、哲也の部屋行けないってことか。急な別れだな。哲也と。下は？下も変わってないっしょ。ただアイテム取ったんでね、羽みたいなの取ったんで、羽を排水口に。違うか。羽を、あー、羽ってあれじゃないの、犬に使うんじゃないのか。なんかオープニングムービーで犬に羽生えてた気がするんだけど、使えねえんだけど、使えねえんだけど。場所悪いんじゃない？犬に羽生やして飛び立つんじゃないの、僕らも。つまりさっきの鳥がいたとこ、まあ、鳥かどうかわかんない。これはいいや。つまりあいつどっか逃げてったから追いかけんじゃない、ここで。羽を使ってさ、羽を使って犬に羽生やして追いかけん。あ、違うか。違うっぽいな。わかんねえ。また乗り物乗る？いや、乗り物乗るんかな？違うかな？一回、もう一回こっち見てみるか。これは？いや、この部屋さ、触れないのよ。何も。何も触れないの。これか、犬。一回こうやっててもらっていいかい？ Thanks, Beaking. That really helps. このまま、こっちに行くと、ごめん、なんもだ、なんもだ、なんもだな。つまりなんか、このスイッチを押せば、この部屋で完結する何かが起こるっていうことだね。エリア移動すると犬が移動しちゃうから。で、奥のこの水色、これボタンじゃないんだもんなぁ。わかんねえなぁ。アイテムをゲットした状態で、押すと、なんもならんよね。こっちなんか見逃した？逆回りか。結局逆回り、いや、行き着くとこ同じなんよ、そりゃ。行き着くとこ同じなんよ、これ。だってぐるぐる回るんだから。ハムスターでもわかるから。そんなのは。もう一回聞いてみる？なんもだよな。フリーダム、at last! クイルトゥペーパー !Get to charity! いや、合ってる合ってる合ってる。何？わかんねえ。わかんねえ。けど。あれ何？羽を渡したってことか？羽ペンってことか？そしてなんかね、今、字幕やっぱり遅れて、聞こえて
すごいな、高度な一国堂なのよ。一国堂さんよりさらに高度なことしてんのよ。字幕遅らすんだから。そしてなんかね、これ壁になんか出た。壁になんか出た。壁に何か出ましたよ。犬か、犬なら触れるか。え、これマジわかんねえ。何この模様。濃い。一回そうだね。ちょっと、君ずれてた方がいいね。黒と白みたいな。濃い色と明るい色で、なんか、くの字みたいな。まあ、くと逆だけど、ちょっとこう、かっくんみたいな。これ何を表してる？こんなどっかで見たことあるか？なんか、どっかで見たことあるような、ないような、ないんだけどね。見たことないんだけど。見たことないんだけどね。一個もこんな、僕の記憶の片隅にすらないんだけど、なんだ、わからないな、わからない。わからないのよ。正直なこと言うと。そして触れないの、これは。犬も、そしてこの模様を、犬もね、犬のターン。犬のターンにしたい。犬にできないんだ、ここ。ここ犬に切り替われないんだ。ダメだ。これわかんねえ。この模様、なんとなく覚えとこう。なんとなく覚えた。今、なんとなく覚えたよ。その模様を知ったところで、この水色ボタンとか。待ってくれーっと、待て。一旦落ち着け。一旦そうだな、犬。行ってこい。つまり羽は渡したってことでいいんだよね。羽は今僕持ってないっていうことでいいんだよね。羽ペンだったっていうことでしょ、結局。あの鳥、まあ、鳥かどうかはさておき、奴らの羽は羽ペンなんだよ、そのまま。これ一回あれじゃない？もう一回レバーやんじゃない？で、畳む、あ、違う、もうダメなんだ。はぁ、あ、もうダメなんだ。この状態で一回撃ってみる。一回撃ってみよっか。確か紫、緑、黄色のカチ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 だから。この状態で一回撃つと、変わんないね。変わらないか。待ってくれ。マジで謎解き、次何を解いたらいいかが分かんなくなっちゃったかな。あるんだよね、クレイマンね。クレイマンってこう、行き詰まることがあるんですよ。こういう時はね、正直、足で稼ぐしかない。かな。下行ってみるか、下。下に行ってみようか。何も変わってないよな。このパイプとか触れないでしょ。触れないもんな。スイッチもダメだ。こっちは、何もだね。排水口は、頼む、排水口を触ってくれ。なんか起きてくれ。何も起きないが、この部屋何だったんだろうね、結局。結局、わからないね。じゃあ上は、上は？ああ、そっか、今更気づいたけど。なるほど、ここの、なんか乗り降り口、乗り物の乗り降り口がなくなっちゃうから、下の階で乗ってくださいねってことだったのかな。そういうことね。つまりやっぱここは帰り用の乗り物っていう認識であってたんだ。つまり帰れってことだね。待ってくれ。帰る前に、そのなんかドッグフード入れるやつ、ドッグフード、犬ならいける。犬ならなんかが、こう、食べたりとか、いやー、帰るし、このバッテンはバッテン。背中のところにある。このバッテンもないのか。帰るの？ほんとに。いいのね。誰に聞いてるかわかんないけど。いいのね。じゃあいいよ。じゃあ帰るよ。じゃあ、わかった、帰るよ。わかった、そういうことならいいよ。俺は帰ってやるよ。もう。
旦帰ろうか、おとなしく帰ろうか、一回。そうか、そうか。いや、待ってくれ。わかったかもしんない。帰ると見せかけて、さっきと同じようにさ、これ、そっか。今、上ってどこに繋がってんだろうね。うわ、このひらめきじゃない？このひらめき。今、上どうなってんの？うわ、これか、これか。帰るんじゃないんだ。上まで回り込んでこいよってことか。どうしたこれ。どうしたどうした何が起きた？なんか、閉じちゃってんのはわかるけど、ここにあったパズルも撤去されてますね。触れないか。犬ならなんかわかんない。わかんないんだね、犬でもね。犬でもわかんないから、もうわかんない。帰るんだな、帰るんです。そうです、帰るんだね。一回多分帰って、本土の方で、もう本土かどうか。どっちが本土かもわかんないんだけど、まあ、元いた方で多分なんかやれるんじゃないかな、今なら。やってみよっか、頑張って。そうだね。一回頑張ってやってみよう。やるだけやってみよっか。そっか、これ、一回回んなくちゃいけない、だよね。あ、なんかすごい久しぶりに来た気がします、こっち。久しぶりだなぁ。一回さ、無駄かもしれんけど、これ右側まで行ってみよう。これ無駄かもしれないよ。無駄かもしれないっていうのを承知の上で、お付き合いください。これ一回下まで行ってみよう。無駄かもしれないけどね。無駄かもしれないけど、一回行ってみよう。無駄かもしれないけど。無駄だね、これね。これ無駄だったね。ごめんね。すいません、お時間無駄にしました。すいませんでした。無駄でしたね。ただ無駄だっていう、こっち来ても無駄だよっていうことの確認になったから、もういいよね。ここ降りていいってことが分かったから、ここちゃんと降りていいんだよっていう確認ができたよね。一個一個もう、ポジティブに行こう。前向きに。そうだな。ああ、ダメか。お話になりませんね。さて、本当にわかんなくなってきたけど。左行ってみるか。あー、これ取っていいんじゃない？このエンブレム。違うか。犬！押せ！押してくれ！あ、こっちじゃないと押せないって。あ、もう押せなくなってるんだ、スイッチも。何もできないね。つまり、この部屋にしておく意味ないから、部屋切り替えようか。切り替えます。あー、なんだっけ、これ。光るんだよね。これ、あれか。犬か。あー、しちゃった犬一回ここで踏んでてくれ、じゃあ。踏んでてくれ。Oh, thanks, little buddy. またこう光らすか？また一回光らすか？あー、これも気になる。ごめん。これ行ってみるわ。なんかできないかな、なんか。ぶら下がってる人形みたいのも気になるしな。天井の穴、奥の、なんか機械のようなもの。何も触れない。犬に切り替えたら何か触れるとか？犬に切り替えて、犬だったら実は何か触れるんですよ、みたいなこともないから、この部屋にしておく理由もありません。ではワンちゃんには一旦ね、これを、お仕事与えますね。Thanks, Beaking. That really helps. さあ、回せ。これだね。これで奥行くんでしょ。いよいよこっちの謎が解けるようになるんじゃない？さあ、行ってみるか。いや、これ違うって、多分。この主人公が座れるんじゃなくて、ここに何か置くんだよ。
なんか置いて吸わせるんじゃないかな。違うかな。あ、まず置くものがないか。置くものがないし、さっき外のレバーをね、ガラガラ扉を回して明かり光らすと、このなんか台座みたいのが下がるんだよね。この状態で、待って、このさ、あー、そっち行かないでくれるか。ここの光ってるとことかなんかないかな。あー、あ、すごいすごい。今何何登るモーションなかったよね、今な。ここの光るとこクリックしてたら登るモーションなかったぞ。裏技だわ、マジで。裏技、段差登るモーションなくす裏技だわ、これ。TA 用、タイムアタック用だね、これ。はい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 。これ。あ？な、この、横棒で、くの字、くの字、くの字だよね。くの字ってさ、さっきさ、さっきの模様じゃないのかな、くの字。だからってここ触れないんだよね、くの字ね。触れないの。で、これも、鍵も触れないし、チカチカするだけなんですよ。長押ししても、短押ししても、何も変わんないのよ。で、この、ひっくり返したビーカーの中みたいなやつも、これも触れないし、こっちじゃねえんじゃねえか、まだ。まだか。わからないね。どうする？一回。こいつに話聞くのも、ありだけど、まずこれ、あれ？こんな模様だっけ？こんな模様じゃなかったよな。なんかまた変わったか？変わったかっつうか、もう操作できないんだけど。もうボタン押しても音もなんないし、もう操作できない。こっちか。これはもう、なんかできるか？あー、下の模様変わったね。いや、いいよいいよ、やってみよう、やってみよう。なんでもいいからやってみようぜ。下の模様はやっぱ変わる。変わる変わる。変わるけど、もう大して意味ないかもしんない、ここは。謎解きとかもう終わってるから、関係ないかもしんない。話聞くか。やっぱこいつしか今、頼れる相手いないから、ちょっと話聞いてみよう、まず。Greetings, friend. I am Abraham Lincoln. あ、やっぱり合ってました。じゃないのよ。じゃないの。もう一回聞かせて。あー、こいつダメだ。この子バカなんだ。もう、それ終わってんの、もう。終わってんです、それは。本当にわかんなくなっちゃったか。上は？なんかさっきパズル、ハムスターのやついじってたけど、これは固定されたままだし。一階か？まさか。嘘でしょ？ここに来て、なんか原点回帰っつうか。一階まで戻って、一階で何かやるってこと？うわあ、化け物。壁の絵とか。なんか、このさ、バッテンとかさ、このバッテンが、あそこで見たようなな。え？待て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 。なんかさ、ピアノ線ないか？この観察力やばくない？ここ、わかる？ここ、特にここ光ってんの？ここ。なるほど。間違かったか。はい、ということで、今回ね、この辺で終わりたいと思います。
ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。それじゃあさよなら。バイバイ。